こんにちは、Gです。今回はデータベースのお話。多くの Linux にインストールされている LibreOffice にはベースというデータベースが入っています。でもラズパイだと Java のインストールが面倒だし、でかいデータベース必要ないので出番がない。クラウドベースのデータベースサービスも多くあります。もちろん SQL ベースのアプリも数多くありますので、選択肢は広い分野と言えます。ただデータベースは基本的に面倒くさい。個人的には伝票作成や売上集計なんかでファイルメーカーを数十年来使っています。ファイルメーカーは印刷時の位置調整が自在なので、業務用には使い勝手がいいアプリです。まあ価格が高いんで随分更新してませんし、予定もないですけど。余計な話ですが、ファイルメーカーは古くからのソフトですが、もともとアップル製ではありません。ナショバシステムというナショナルと東芝を混ぜたような名前の会社が開発し、 M&A でアップルに。アップルの子会社であるクラリスが取り扱って、その後ファイルメーカー株式会社となり、現在はまたクラリスジャパンが取り扱っています。古い話ですが、ファイルメーカーに弁当というパーソナルデータベースがありました。個人向けということで機能を絞った廉価版ですね。残念ながら需要がなかったのか廃盤となりました。今回ご紹介するのはまさにラズパイで動く弁当ライクなソフトです。シンファイタムというアプリです。公文書などではこの綴りはシンフィツムと記述されていますが、ここではシンファイタムと表現します。個人用データベースなので、住所録とか お薬手帳程度のことしかできません。他にも応用できるんでしょうが、想像力がないので思いつきません。リレーションどころか演算機能もなく、データベースでは当然のこともほとんどできません。ただ簡単にレイアウトできて自由度が高い。これだけでも多くの方にとっては敷居の低いデータベースと思います。ラズパイユーザーにとってはリブレベースと比べれば格段にハードルが低い。脳書きはともかく実際に試しましょう。画面の URL を開いてください。下の方にスクロールするとダウンロード情報があります。 Windows 版、Mac 版、Linux 版があるんですが、 X86 用だけのようでラズパイではインストールできない。スナップ D からならインストールできるらしいんですが、未検証です。ところがマンジャロの場合、普通に公式版として ARM 版があるんです。ソフトウェアの追加と削除を開きます。シンファイタムで検索してインストールできます。早速試してみましょう。インターフェースは英語なんですが、中学生でも大丈夫な程度のものですし、文字列は日本語が使えます。サンプルが入っていて、これだけで概要がつかめます。矢印アイコンでデータをスクロール。表示はフォームとテーブルの2種類。
フォームはレイアウトされた入力画面で、テーブルは一覧表示になります。ニューコレクションを選んで新しいデータベースを作ります。左端のアイコンでも構いません。名前は住所録とでもしておきましょう。ニューフィールドアイコンをクリックして新しいフィールドを作ります。フィールドとはデータの項目のことです。例えばフィールドが名前として、その中にはデータとして山田、田中などのレコードが入ります。やってみましょう。フィールド名は項目の名前なので氏名とします。これは文字列を扱うのでタイプはテキストにして NEXT。 Required Field をチェックすると入力フィールドが表示されます。このままだと何も表示されないのでレコードアイコンをクリックします。氏名の下にレコードをタイプするピンクのボックスができました。同じ要領でフィールドを追加します。次は電話番号。これは数字なのでタイプはナンバーにします。ノーテーションがオートマチックなんですが、デジマルやサイエンティフィックにすると小数点以下の桁数制限できます。電話番号は整数なのでオートマチックのままフィニッシュボタン。ピンクのボックスをクリックすると文字入力になるんですが、電話番号の部分をクリックすると枠が表示されます。その状態でフィールドを移動できます。次は E メールにしましょうか。今度は住所。同じ要領で作ります。このフィールドは文字数が多いので大きくします。住所部分をクリックして左右上下に広げます。次に写真のフィールドを作ります。タイプはイメージにします。ついでに誕生日とか作ってみましょう。タイプはデートですね。フォーマットで年月日の書式が選べます。 Use current date and time as default value はチェックを外します。これは現在日時を表示させる機能なので誕生日には不要。出来上がったフィールドの右側のアイコンでカレンダーが表示されます。次は職業。タイプはコンボボックスを使います。複数の項目から選択させる機能です。ちょっとインチキデータを入れてみます。フォームに戻って各フィールドに入力。レコードを追加するにはニューレコードアイコンをクリック。いくつかデータを入れてみました。矢印アイコンでレコードの移動。テーブルをクリックすると各項目が一覧表示されます。検索も日本語で大丈夫。項目の編集には項目を選んで右クリックで
編集や削除できます。データはファイルメニューから CSV で書き出しできます。 CSV なのにセミコロン切りでも書き出しできるみたい。書き出したファイルを LibreOffice Calc で表示させてみましょう。こんな感じ。 CSV なので Excel とか他のアプリでも利用できます。 Dropbox やメガなどのクラウドとシンクロさせる機能もあります。ただ別に拡張インストールが必要なようで、それらが ARM 対応なのか不明なので試していません。いかがだったでしょう。個人用のデータベースならこんな感じの方が使いやすいでしょう。皆さんもぜひお試しを。ご覧いただきありがとうございました。当地ではホタルの季節です。車で30分ほど走るとホタルが見られる穴場があります。何年か前、ホタルを探していると近所の人がホタルは8時になると出てくると教えてくれました。その後は時間を合わせてホタル狩り。確かに8時になった途端ホタルが舞うんですよ。確認でシリにも聞いてみました。ヘイシリ、ホタルの出る時間は？今日は雷雨にはならないようです。何言ってんだ？すみません、的外れだったようですね。もう一度言っていただけませんか？もういい。わかりました。ほらね、底抜けのバカですが素直でしょ。あれ、話が変わっちゃった。ではまた次回。